マルゲンラーメン。マルゲン殿はメニューが豊富なのでな。すいません、お待たせしました。こちら肉そばの肉ダブルです。和風肉つけ麺ですね。辛肉そばのドッカンネギトッピングですね。と餃子ですね。はい、こちらですね。豚骨の黒ピリ辛揚げで、マルゲン、マルゲンよー、マルゲンラーメン、さてさて、こたびも武士劇場へようこそ。参った参った。こたびはここマルゲン殿で武士の一騎当選を披露して参る。拙者の胃袋は宇宙じゃ。うむ、相変わらず種類が多くて迷うな。マルゲン殿はメニューが豊富なのでな。ここは一つ、いつものあれを試してみるとするか。うん、わからん。よし、呼び出す。お待たせしました。いかがなさいましたか。うん、わからん、任せる。え、どうしましょう。とりあえず承知しました。うん、いけるんかい。すいません、お待たせしました。こちら肉そばの肉ダブルです。お肉が通常よりも2倍で入っていてダブルでございます。柚子胡椒おろしはスープに溶かしてお召し上がりくださいませ。いただきますね。なるほど。はい、テキーラさん失礼します。うむ、久しぶりじゃ。まずはやはりスープ。うん、うまい。麺、そうだ。柚子胡椒おろし溶かしながら、これがまた良いんだ、香りも。うまい、香りが良い。いつ来ても心を温めてくれる優しい味わい、これはもうたまらんざくじゃ。食べ方に忠実にいくか。泥だれラー油、よし、溶かして、もう変わったのか。おー、辛いな、しっかり。うん、香りと辛みが良い。マルゲン殿にはラーメンの美味しい食べ方があるので、順番に試してまいる。拙者の大好きな揚げニンニク。揚げニンニク、うん、2杯ぐらいいこう。はい、ガッチャン。ゆで卵を生卵に変える研究を始めます。うん、香りに加え食感も良い。よし、そして最後に酢だ。お酢、飲むのか。皆もぜひ一度肉そばを食べてみてはいかがか。さっぱりじゃ。うむ、ペロリじゃだ。次の待ち遠しい。すいません、お待たせしました。期間限定和風肉つけ麺ですね。こちらがスープと、こちらが麺でございまして、卵トッピングでございます。あとは店内で仕込んでいる唐揚げでございますね。唐揚げ、はい、美味しくなっておりますので、ごゆっくりお召し上がりください。失礼します。和風肉つけ麺、これはどうやって食べればいいんだ。海苔、玉ねぎ、ガーリーレッドに海苔、ネギ、
てやはり肉だ。マルゲンドのといえば肉そば。うん。だがマルゲンドは創業当初は肉そばはなかったみたいだ。よし、まい。たっぷりつけよう。振り絡めて。なるほど、これは良いな。うん、ごまが香ばしい。魚介も感じる。冷やし中華のつけそばバージョンといったところか。卵、うまみと酸味が癖になるキレのある醤油スープに、滑らかなコシでスープに負けないマルゲン殿の自家製麺、これからの季節に最の高じゃな。よし、唐揚げ、なかなかのサイズだ。これぞ音爆弾。うまい。ケチャップマヨネーズもつけてまいる。たっぷり。ぶり。ベジンと一緒にまいる。衣はサクサクとしており、中まで味が染み込んだジューシーな唐揚げじゃない。拙者に米をくれ。無限つけ麺、揚げもこのスープにつけて、ケチャップ。こちらの和風肉つけ麺は期間限定となっておるので、気になる方は急がれよ。うむ、以上。辛肉そばのドッカンネギトッピングですね、と餃子ですね。餃子はすいません、奥に餃子タレと泥タレ醤油があるので、かけてお召し上がりくださいませ。なるほど。はい、ベキーラーと失礼します。うむ、辛肉そば。おー、見るからに辛いな。これはスープ、赤い。赤い、良い辛さじゃ。これは辛さだけでなく、しっかりうまみもある。あ、ニラの香りも良いな。確かこのマルゲン殿のこの肉は唯一無二じゃ。他ではなかなか味わえん。すすれるのか拙者。天地返しの前に、餃子用にネギをいただいてと。よし、天地返しじゃな。おっ、ネギを温かいスープに沈めて。うまい。食欲の湧く辛さじゃな。夏にも良さそうじゃ。だがしっかり辛いな。唐辛子の辛さとニラの香りが食欲をそそる。辛みだけでなく、旨味もたっぷりで程よい辛さがたまらん。カメラマンのユーマ殿は必ずこの辛肉そばを食べるほどハマってるとのことじゃ。確かにこれは癖になる至高の一品じゃ。餃子へ参るか。まずはそのまま行こう。うまい。もちもちしておる皮が、あっさりで何個でもいけそうじゃ。泥だれはかけるか。直接泥だれはネギの方へ行こう。泥だれラー油。ネギ、このフォルムは優勝じゃろ。
うまい。ネギのシャキシャキ感も合わさり最の子。タレでもいただくか。うん、これはもう言わずもがな。ニラに餃子、餃子にもともとニラは入っておるか。うん、辛い。タレとも合わせて、うん、ラーメンといえば餃子、餃子といえば拙者、拙者といえば可愛い、可愛いといえば猫、なんと全てがつながっておるではないか。にゃー。うん、醤油のチャーシュー麺でございますね。合計チャーシューが4枚乗ってございます。あと名物の鉄板卵チャーハンの、こちらは中サイズです。スプーン置きますね。鉄板熱いので気をつけてください。卵かけますね。はい、こちらですね。固まる前にすぐ混ぜてくださいね。なるほど。はい、すみません、お願いします。失礼します。混ぜば、おっ、おお、一体どれだけ混ぜ続ければいいんだ。これはこんなものか。よし、めちゃくちゃ熱そうだな。本来なら後に置いておきたいところだから、せっかくなので出来たてをいただくとしよう。丸源、やはり丸源だけに丸いんだ。丸の源、丸源。うん、フライドガーリックは絶対うまそうじゃん。先にラーメン行った方がいいのか。フライドガーリック、これはもう、そしてペッパーだな。勘と香りが足されて、うまい。うん、もう焦げができてるところも良い。熟成醤油チャーシュー麺スープ、おお、醤油のパンチが効いておるな。うん、うまい。落ち着く味ではあるな。そしてチャーシュー、うん、醤油の味や鶏ガラの旨味がしっかり感じられ、あっさりなのにコク深い味わいじゃ。柔らかく仕上げたチャーシューは蒸しと熟成醤油煮込みの2段の調理がされておるとのこと。王道中の王道じゃな。冷めることを忘れたチャーハン、ここで拙者からプチ情報じゃが、なんと丸源殿、糖質 50% オフ麺に変更ができると書いてあったぞ。美味しいラーメンを食べて糖質が 50% オフとは、うん、体にも優しいちゃんではないか。うめ、まだあるのか。丸源、すみません、ありがとうございます。お待たせしました。豚骨の黒とビリー唐揚げで、私のどっちもおすすめでございます。なるほど、丸源、丸源、劇団が失礼します。丸源こちらはもう香りが、うん、良いな。コク深い、そして香ばしニンニク油、はい、
うん、うまい。香ばしい香り、たまらん。やはりこの味付け卵は丸いので丸源を体現しておるんだろう。さらにガーリック、よし、ピリ辛揚げ、ピリ辛揚げ、胡椒の香りも良いな。一味醤油だね。甘みと辛みのバランスが良い。タレをたっぷりプリ絡めて食べる。マヨ、これはマヨめちゃくちゃ合うだな。米が欲しくなるな、これは。マルゲン殿はあれじゃな、店内が広くお座敷もあるのでファミリーでも安心して楽しめるな。わらべ専用のラーメンも用意されており、これまた嬉しいおもちゃがついてくるぞ。うむ、磯のり塩ラーメンでございますね。磯のり、はい。こちらについてる穴あきレンゲはスープに残った海苔をすくうためようでございますね。あとは温玉チャーシューご飯でございます。適当、失礼します。歩け。磯のり塩ラーメン、これはもうやはり海苔と一緒に行くべきか。よし、もう沈めて海苔の上からスープを取る。おお、口の中に海ができた。これは良いな。海苔をめちゃくちゃ絡めて食べるのが良いんじゃないか。絡めて、しっかりしておるが荒々しい海の力強さを感じる。あっさり塩スープと海苔の香りを存分に楽しめ、さっぱりとした味わいの中に塩の深いうまさが広がる一品じゃ。おお、病ではないか。よし、さらにチャーシュー。一瞬であった。あまりのうまさに秒で完食してしまったが、柔らかいチャーシューと温玉の濃厚な黄身のコクが加わり、丼の中で事件が起きておったわ。拙者の予想だと次もこのレンゲが来るな。穴あきレンゲが。お待たせしました、味噌バターコーンでございますね。上に乗ってるのバター2切れです。これ溶かしてお召し上がりくださいね。お下げしてしまいますね。綺麗にありがとうございます。失礼します。丸源、丸源。味噌バターコーンラーメン、デフォルトでバターが2つも乗っておるのか。太っ腹じゃな、丸源殿。お、ニラも入っておるな。芳醇な味噌の香りが良いな。
うまい。手もやしに行っておくか、麺の前に。スープともやし、コーン。シャキシャキと良い音を奏でよる。よし。おお、もやしになった。よし。おお、麺が。これまた違う麺だな。丸い麺じゃな。やっぱりこれも丸源を体現しておるのか。うん。おお、バターが溶け出してきておる。バターの香りが、コクと旨味の熟成味噌スープにコーンとバターの甘み、まろやかさ、リッチな風味が加わり、まるでクリーミーなスープを飲んでいるかのようじゃな。麺は中太でもちもちとした食感が特徴的じゃ。スープとの相性が抜群で、一口ごとにスープがしっかりと絡みついてくるではないか。食べ応えがあり満足感が高い一品じゃ。うん。まだ来るか。お待たせいたしました。こちらも期間限定のメロンパフェでございます。メロンパフェ、メロンが合計7切れですかね。もりもりでございます。最後にごゆっくりお召し上がりくださいませ。うん、失礼します。マルゲン、マルゲンたっぷり完熟メロンミニパフェ。うん。どこから行けばいいの？やはり上から。クールダウンにちょうど良いな。ミニというこのサイズもちょうど良い。完熟メロンパフェ、まさかデザートまで熟成されているとは。最後までこだわりを楽しむことができたぞ、マルゲン。まで拙者に付き合ってくれてたな、かたじけない。マルゲン。